というわけで皆さん、おでちゃんミスタープランツです、ね。今回はですね、日曜日に放送されていたんですけれども、ようやくですね、どうしたら、アフィリエイトグラフを回収できるかと思いまして、まあ結構頑張っておりましたんですけども、ようやく見つけることができました。あの後ですね、まだもしかしすると、取り足りてないアイテムだとか、ほころびをまだ全部見つけきれてないんじゃないかと思って、頑張ったところですね、まず最初の1日目の時に、タンスの中に守くんがパクったであろうお金が大量にありました。で、2つ目、そこはまあ取ってないんでパショったんですけれども、2つ目が、今ですね、この反転世界かな、反転世界でお母さんの目に入っているところですね、手紙がありました。手紙が何度も頑張って、最後の、寝る直前、バッドエンドになる前に頑張ったところ、手紙が落ちておりました。そして今この通り全部コロビを見つけたんだね、おめでとうの日曜日に話が出られました。で、まあその守さんが今ね、本棚の前に手に見つけた手紙には、まあ母親からの守、私は全部知っています、もしかするとあなたの中には化け物がいます、なんだっけ、もしかするともしかすると日の子ちゃんを殺したのも、この最初に出てきた女の子を殺したのも守、あなたじゃないの、私は、こんな子供を生み出してしまったことに、どうしたらいいのか分からず、まあとりあえずお父さんの元に行きますと言って、お母さんは守くんの主人公のお母さんは自殺しました。はい、というわけで、やっていきましょう。全部ほころびを見つけたんだね、おめでとう、守が気づいてくれて嬉しい、謎が解けたよ、この反転世界は未来の世界なのかな、そして繰り返される日曜日は嵐の前の静けさなのかな、多分夢を見ているのかな、僕の中にいる怪物が1週間月じゃねえ月火水木金と一人ずつ僕をいじめているクラスメートを殺していくんだろう、いや土曜日は学校やってねえからまあ無理だと思うよ、そして日曜日に母が睡眠薬を草の道にするんだ、マジかよ、まるで悪夢のような1週間だ、そんなにやって捕まんねえのかよ、この、お察しの通り、この世界はあなたの夢の中、夢から覚めたら牢屋とかマジでやめてね、こういう言動、いわゆる予知夢ってやつかな、今あなたは夢を見ていると認識したから明晰夢でもある、どうしてこのことを僕に直接教えてくれなかったのさ、口封じされていたわ、守君の中の怪物、あの怪物はあなたの全てをジャックしようとしている、でも私という存在は邪魔だからね、特殊な力を使って私に口封じしたのよ、本当は私を消す方がいいだろうという力をセーブしたんだろう、私には現実の世界とこの反転世界、言い換えれば未来の世界を持ち続けるところに移ることしかできなかった、断片的に情報を並べて守君を気づかせるしか方法はなかったの、どうやら思惑通りにうまくいったみたいで、どうにかこういう怪物を倒せるかもしれない、君はどうして僕に構ってくれるのかよくわからなかったけど、もしかして僕の昔の友達なのかな、昔の友達、もしかして火の子、ようやく気づいてくれたね、私あなたに会うために頑張って体の反転を消したんだよ、だからなかなか気づいてもらえなかったかもしれなかったんだけど、そうか、日曜日って火の子だったんだ、久しぶり、そしてごめん、バカ、何を今さら、私のことはもういいの、大事なのは未来、私はあなたに生きてほしいから、あなたの前に現れたの、もう少し頑張りましょう、お部屋に行って寝ましょう、でも最後に少しだけ私のわがままに付き合ってほしいな、最後のわがまま、うん、ここじゃ落ち着かないからさっさと守くんの部屋に戻りましょう、いろいろと話しましょう、おお、火の子ちゃんだったそうですね、とりあえずでは
反転世界から元の世界に、元の世界っつってもまあ夢なんだけど、ではラスボス倒そうじゃないの、自分のもう一人の人格を。いよいよ最終決戦かな。これで決めるよ。早くベッドで寝よう。いろいろ話すんじゃねえの。まあ、いや、一応ね。一応セーブしとこう。これであの、バッドエンドとか言ったらほんとシャレになんねえからな。とりあえず。大丈夫かな？待って。お、寝る前にちょっとお話ししない？俺自分から話しかけたじゃん。そしたら寝ろって言うから。まあ、いいや、いいよ。そうだ、火の粉。ベッドに入ってきなよ。え？てん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 。いや、ごめん。今のは聞かなかったことに。いいよ。一緒に寝よう。ふふ。マモルくんの顔が近いね。日曜日、いや、火の粉は、どうして僕を助けてくれるの？なぜって、マモルくんが私を救ってくれたからよ。マモルくんが私と世界をつなげたのよ。誰も私と話してくれない。誰も私を触ってくれない。まるで私は空気のような存在だった。私はマモルくんのおかげで、私自身の存在を認識できたの。私がいるのはマモルくんのおかげなんだよ。でも僕って火の粉を殺したんでしょ。恨まれてもおかしくないのに、どうして。私を殺したのはマモルじゃないもの。僕の中の怪物が火の粉を殺したというの。うん、あなたの中の怪物。マモルくんの人生を狂わす怪物よ。あの怪物の犠牲者は私だけで十分だわ。僕の怪物を追い出すために火の粉は、うん、なんとかマモルくんの前に現れることができた。まあ私は俗に言う幽霊なんだけど。ここはマモルくんの夢の中だから私が見えるの。私はマモルくんにずっと取り付いていたんだ。でも取り付いて分かった。マモルくんの心には、なんて読むのこれ。虫が介在していることが。虫？うん、雲のようなね。そしてそいつが山下シックハウス症候群の病魔。その雲があなたの殺戮衝動を刺激している。あなたの心を蝕んでいる。そしてマモルくんを完全に支配するの。頭から足の先までね。でもさ、一つだけ気になっていることがあるの。あなたを助けることは私のエゴなんじゃないかって。どういうこと？マモルくんの未来ではあのいじめっ子たちは目をえぐられて、むごたらしく殺されてしまう。マモルくんはもしかしてそれを望んでる？自らの手でいじめっ子に報復することを望んでる？それだけが不安で不安でしょうがなかったの。僕は確かにいじめられているんだ。でも誰の心配もかけたくないから誰にも頼ってないんだ。確かにあいつら、どうにかしてしまいたいとは何度も思った。でも僕が自分でどうにかしたいと思ったのは、お母さんに心配かけたくないから。僕のお父さんは僕が赤ん坊の時に死んだ。その時からお母さんは女手一つで僕を育ててくれたんだ。いじめっ子を殺す未来は母をも殺してしまうんだ。僕はそれが嫌だ。お母さんは失いたくない。お母さんを死なせるくらいなら、僕はこれからどんな苦難も乗り越えてみせるよ。ええこと言うな。よかった。私のしていることはマモルくんのためになるんだ。でもマモルくん、辛い時は誰かに頼ってもいいんだよ。人間一人ぼっちだととても辛いから。私がそうだったから、一人で抱え込んじゃダメだよ。わかったよ。そろそろ眠くなってきたね。病魔を一緒に倒そうか。マモルくんの未来のために。うん。火の粉、ありがとう。
ではいきますか。こっからか。で、前回はどうしたんだっけ？あ、ここは同じなんだ。人間ってさ、何が一番怖いかというと、自分が理解できないものだよね。理解できないものを無理やり理解しようとして、想像して想像して。その想像がさらに恐怖を増進させるんだ。さあ、ラスボスを倒す。私はあなたが怖かったんだ。いや、なんでもない。それは昔の話。聞かなかったことにして、私はあなたに心の底から感謝しているもの。ここは同じだね。そろそろ来る。よく俺の存在に気づいたな。もう少しで守の精神をジャックできるところだったのよ。そりゃ気づくよ。私はあなたと一緒のところにいたから。山下シックハウス症候群の病魔、やっと姿を現したね。はははは、火の粉、俺の邪魔しちゃ困るな。もっとエンジョイしてえのによ。殺しようよ。ムカつくあいつらを。まあ、この辺は同じだわな。うん。世界を恐怖にするんだ。と、まあ、こんな感じで。今回はお前を殺した時とはちょいと違う。守るあいつらを見殺しするのを望んでいるんだぜ。早く死んでほしいと願ってる。てかもう、はっきり言うと、守る主人公自体がこのもう一人のやつを倒してほしいと、俺思っているんだけれども。そこで、サイコパスシリアルキラー俺の出番、えぐいえぐい殺し方、だいたい俺はおさっさと頼ればいいのによ。てめえ火の粉よ、ぶっ殺したのに火がってんじゃねえ。死人は死人だし、おとなしくしやがれや。あんたは私がここで食い止める。口だけ達者。だがてめえの気持ちをまた現れ始めているみたいだぜ。大丈夫、今の私には守君がいるもの。守君がほころびを見つけたおかげだ。守君に見つけてもらったほころびは、あなたが存在することによって生じる歪みから生まれたものだ。それはあなたが守君の衰弱をいいことに露骨な精神ジャックを狙っていたから生じた歪みね。守君はこれまであなたの存在に気づいていなかったようだけど、まあ、あんた出しゃばりすぎたね。おかげで守君にずっと通りついていた亡霊の私が覚醒することができたから。あんたは私が安らかに殺してあげる。グッ、やめろ。さよなら。ここも同じだよね。これでバッドエンドになったらマジでシャレになんねんで。とんだかませ犬だったわ。あいつは意外とあっさり。あなたの歪みは私が消し去ったわ。これからはずっと一緒だね。え？まさかバッドエンドなのこれ。あ、これバッドエンドかもね。ちょっと嫌な予感しますね。ここはまあ同じなんだけど、全部揃えたじゃん。全部揃えたのにバッドエンドとか守るが気違えたんだけだよ。あいつに負けないで。ここの良いところがなくなってあなたは苦しいかもしれない。でも今が脱皮の時なの。でもこいつ、僕、抑えられたよ。ひのこちゃんを殺そうとする衝動を抑えられたよ。守、よかった。あなたがしっかりと虫を拒絶できたから、本当によかった。でも、まだまだやるべきことはあるの。こいつを倒すの？もう少しだったのによ。確かに危ないところだったわ。下手したら私死んでたかも。もうすでに死んでるけど。でも、守君がしっかりとあなたを拒絶してくれたおかげでなんとかなったよ。やっと本来の姿を見せたね、雲。ふん。
亡霊浮上がこうなったら強行手段だ。ここは反転世界。雲のやつもなかなかやるね。あなたは無理やり反転世界に引きずり込んだわ。私はまだあの白い空間にいる。してやられたわね。あいつ、私と守君を引き離して、もう一度あなたのところに侵入する気だわ。え、そんなどうすれば？大丈夫。今まであなたは、ほころびを見つけるためにいろんなところで調べ回ったはず。うん。この世界には、は？様々なものが、あ！俺が苦手なものって何？コーヒー？あ、あ、え？俺が苦手なもの、コーヒーだな。どれ？ああ、嘘！ああ、嘘！ああ、危ねえ、危ねえ、くそ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 、危ねえ、危ねえ、危ねえ、コーヒー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 。危ねえ、びっくり、びっくり。ああ、ああ、ああ。わかったぞ。コーヒーだな。コーヒーだな。俺やってみせるぞ。え、どうすんの？無理じゃねこれ。だってお前、そこにいんだもん。危ねえ。危ねえな、畜生。で、二回目はどうするかって？ここを。さあ、カモン。どうする？どうする？どっちから来る？来い。来い。俺はこっちだ。よし、これだ。コーヒー、コーヒー。冷蔵庫。コーヒー、コーヒー、コーヒー。そうか、僕はコーヒー感苦手だ。ああ、びっくりした。俺も思ったんだよ。反転世界の時に、なんで冷蔵庫にはこいつ反応するんだろうと思って。苦手だけど、これを飲めばいいんだ。美味しい。え、飲んでどうすんだよ。何回？待って、無理。は？待って、セーブもできない。俺があと苦手なものってなんだ？俺じゃねえけど。シンキングタイム。ちょっとシンキングタイム俺にくれ。俺があと苦手なものって何？もうあとはサバイバルナイフで。あと何？わかんねえ。ちょっと待って、完全に、とりあえずコーヒー飲んだはいいけど、どトイレ？嘘。あ、え？トイレに行ったけど、くわー、畜生、畜生。あ、びっくりした。マクモってさ、コーヒーが苦手だったよね。この繰り返す日曜日の夢はあなたが作ったもの。あ、びっくりした。コーヒー飲んでさらになんか別の嫌いなものをなんかすんのかと思ったら。ああ、びっくりした。ちょっとごめんなさいね、発狂しちゃって。俺ほんとこういう逃げる系嫌いなんだよ、だから。この繰り返す日曜日の夢はあなたが作ったもの。でもコーヒーのあった冷蔵庫だけはいじれなかったわけだ。ある意味これも一種の滅びだけど。反転世界はあなたの独断場。でもそれがかえって弱点を晒す結果になるなんて滑稽だよね。ぐう。あなたはほとんど現実と差がない、空想の世界を作った。マモル君の自己認識を弱めてそこにつけるつもりだったんだ。でもマモル君はあなたが思っているよりずっと強いよ。あなたの作った世界のほころびを見つけて自分を保ってたよ。ふふ。化け物がマモル君の精神を乗っ取ろうなんて100年早いな。あなた取り付く人間を間違えたね。さて、守るくんのお邪魔虫、あなたには今度こそ消えてもらいましょうか。やめろー、さよなら。これで俺らは二人で幸せにハッピーエンド？ふう、あっけないわね。僕、解放されたの？そうだよ。守るくんはもう何度となく同じ日曜日の夢を見ることもないわ。お母さんも死ぬことはない。日常に戻れるの。僕の日常？
うん、あなたの日常がとても辛いものであることは私わかってるよ。ではもうあなたは一人じゃない。私がいるの。僕は全然強くなんかないんだ。ただ君がいたから、火の子がいたから。火の子、改めて本当にごめん。僕はあの雲に、何これ、抵抗できなかった。君を殺してしまった。過ぎたことだよ。それに私は死んでるけど死んでないよ。ん？肉体は消失してるからそれは死んでるって言うけど、意識はあなたの中で生き続けていたから。でも私も謝らなきゃいけない。私あなたから出なきゃ。え、どうして？本当、私の意識はあなたに認識されてはいけないの。あなたの意識の真相に限る必要が、眠る必要はあったわ。でもあなたに認識されてしまった今、私自身のコントロールが難しくなってる。ごめん、もう出なきゃ。そんな、火の子、行かないで。一人じゃないって言ったのは火の子じゃないか。大丈夫、単純に私はあなたから出るだけ。すぐにまた会えるよ。どういうこと？これは、それはまた月曜日。それじゃ、ね。あ！待って、火の子、行かないで、うわぁ！朝か。マンデーになってる。今日は月曜日。そうか、ようやく時間が進んだんだ。学校に行かなきゃ。わ、なんだなんだ。あらあら、猫ちゃん、すっかり守るに懐いているわね。お母さん。昨日猫を引き取ってきたの、以前に飼いたいって言ってたでしょ。本当は夜に伝えようと思ったけど、守る寝てたから。え、いいの？お母さん、アレルギー持ちなのに。私、守るにこんなことしかできないけど、少しでも励みになれば。いや、お母さん、ありがとう。新しい家族、最高だよ。これで今日も頑張れる。そう、喜んでもらえてよかった。でも一つだけ守る。生き物を飼うってことは命を預かるってことなの。あなた優しい子だから大丈夫だと思うけど、しっかり世話してあげてね。もちろんお母さん、それを聞いて安心したわ。名前はどうするの？もう、決めてあるよ。火の子。これからよろしくね。というわけで、お、これはハッピーエンドかな、多分。お、はい、というわけで、やっとハッピーエンドを回収できましたね。はい。いやー、さっきは本当ね、びっくりしたって発表しましたけど、いやー、なんて。嫌だよ、逃げるのは。本当なんか別にホラゲーでもいいんだけど、ほんとホラゲーに限らずね、逃げるというのは嫌なんですよ。逃げる系の、なんていうの、敵が襲ってきて、その敵を振り切って逃げるみたいなさ、それプラスホラーが加わるとね、もうきついっすわ。うん、バイオハザードなんてそうだけどね、ミイラが追っかけてきたり、もう本当に怖いっすよ。だから僕はバイオハザードができない理由はね、敵が追っかけてくるからなんですよ。はい、で、まあ、なんとか回収の方できたんですけれども、そうだな、じゃあまた、またね、機会があれば、ゲーム実況の方をね、また、やっていきたいと思います。全部で、今回は7回でしたね。はい。多分、YouTube で日曜日に殺されるの実況をやっている人っていうのは多分、まあ、僕と、あともう一人回してるんですけど、まあ言わないんですけど、まあそのもう一人の方と、多分僕だけだと思いますね。もしかしたらまた他に誰かやってるかもしれないんですけど、なんとか重い腰を上げて学校に来た。久しぶりの学校だ。実際はそこまで久々でもないのだが、日曜日を7回繰り返したのでどうしても久々に感じてしまう。だが今の僕は大丈夫だ。今の僕にはもう一人の家族がいる。これから先どんなに苦しいことがあったとしても僕は乗り越えられるはずだ。教室の前に来た。だがどうにも普段と様子が違う。なんだか不穏な空気が漂っている。僕は意を決して教室の扉を開けた。
これバッドエンド。教室に入ると奥の方に妙な人だかりができていた。待って待って待って、俺完全に終わったもんかと思ってた。うわ、マジかよ、これヤバくないか。教室でうつむいているもの、興味津々でそれを眺めているもの、なんだろう、みんな何を見てるんだろう。なんでそこには僕をいじめていた6人の晒し首があった。僕が以前殺そうとしてた奴らが皆絶望の表情を浮かべていた。まるで趣味の悪いアートのように。何がどうなっているの。おい、こいつらよ、守るいじめてた奴らじゃねえの。お前どんな呪いを使ったんだ。ま、これからは俺がお前をいじめてやるよ。ちょうどストレスの抜け口が欲しかったんだ。クラスメートが6人死んだというのに、彼は恐怖を通して僕に一掃したうつした。こいつはなかなか狂っていると。じゃあこいつのせいにすりゃいいんじゃね。こいつがこの今僕に話しかけてる黒いやつが殺しましたって言えばいいんじゃね。僕は彼を一別した瞬間、彼の恐怖の宙を舞っていた。断面からおびただしい量の恐怖を噴出させながら。え、これバッドエンド。彼の頭部が机の上に転がった。糸もあっさりと目の前で命が消え去ったのである。悲鳴とともにクラスメートたちは教室から一目散に逃げ出した。気づけば残っているのは僕と6人の晒し首と足元に横たわっている肉の塊だけであった。これでよしと。僕の背後にピントロの猫がいた。守君、私だよ、ピノコだよ。もう心配しないで、あなたはもう一人で戦う必要なんてない。守君は私が守るから。ダジャレかい。守君を傷つける奴はみんな私が殺してあげる。ずっと一緒にいようね、守君。ザ・エンド。あー、もうそういうことか。はい、というわけで終わりました。なんとも不思議な展開になってましたけどね。いやー、私が思ったのはもしかしてまだ雲が自分の体の中に残ってたのかと思っていたけど、まさか火の粉が6人を殺したとは。なんとも。でもこれでさすがに母親、待って、なんだかな、なんか、これでか、まあいいや。まあ、というわけで、とりあえず、エンドで、まあ一応、エンドは2種類あって、バッドエンドが、なんだっけ、この間、前回の時のやつ。で、2つ目のハッピーエンドなん、ハッピーでもないけど、エンドがこれでした。はい。というわけで、まあ、エンド回収は終了いたしました。はい。というわけで、また機会がありましたら、ゲーム実況の方をしていきたいと思います。ただしもう、しばらくホラゲーはもういいかな。お腹いっぱいなんで、しばらくいいかなと思っております。はい。それでは皆さん、さよなら。バイビー。またお会いしましょう。次回の動画で。さよなら。